たける心を殺すことある。今回の動画は外録チャンネルウルトラビップスポンサー岡本よしきゲームチャンネルさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。本来少しは愛をささやかなければ内臓の奥まで見せられないのが歯がゆい。かっこよくなんか生きなくたっていいよ。勇気が欲しくて AV 女優になりたい。音楽も服も好きな人のために生きた。私という存在の全てが恋だった。絶対一生この人でないのなら永遠に一人でいいと思って処女で死んだ。終わりが過ぎてしまえば全部全部雪のよう。星も月も無くなってただただ綺麗でした。ラララララ。お疲れ様です。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マネージャー。すいません、マネージャーの。すいません、あの実験撮ってたらごめんなさい。実験を撮ってた。ゴメスさんからご紹介いただいたところで仲介していただいてというか、はいはいはい、なんか今回初めて。事前に本を読んできてくれって取れたことは初めてだったんですよ。でもやったことないからやってみようかなと思って、はいはい、その本を読んでその流れでミス ID のあのオーディションの動画を見て、はいはいはい、本で読む字面となんか本人が喋ってる印象も違うし、はいはい、なんかあんまり知った内容を知らない風な感じで聞くのもなんかあんま好きじゃないっちゃじゃないんですけど、でもそれはそれでなんかまた別の印象になるし、はい、入場者になられた経緯も面白かったし、はい、SNS 理由やめた理由も面白かったし、はいはいはい、あと地味に僕がツボだったのはなんかあの何かに挑戦して誰かに勇気与えてって言ってる人の意味が分かんないっていうのがめちゃくちゃピンめちゃくちゃ刺さったんですよ。僕も割とそのタイプで、あ、本当です。なんか自分がやりたいことを頑張るのは分かるんですけど、はいはい、なんかそれを人になんか勇気与えたいって意味分かんないなっていうのは、はい、なんかうっすら思ってたんですけど、はいはいはい、別に発言したこともなくって、はい、そんなことは誰かと会話もしたことないんですけど、あ、でもうっすらなんか違和感を感じてたってことですか。違和感ってまあ言われて俺も思ってたって初めてその時に思ったというか、なんだっていうかね、なんかすごいだからなんか面白いなって思って。職業からそんな細かい出身地とか、はい、まあ、なんか聞けないと思うんですけど、どんな町で生まれたんですかぐらいの感じというか。でもまあ、 あの頑張れば東京には来れるし、うんうん、自分の家の周りにはあんまり何もないって感じの場所でした。だから都会っ子ではないですね。実家の位置自体もあの、はい、駅からバスだったりしたんで、はいはいはい、その終バスが9時台とかで終わっちゃうんで、あんまりこう高校出るぐらいまではあんまり夜遅く外は出れないっていう暮らしをしてましたね。ちなみにどんな家庭なんか、その一般なんかあの、はい、家柄的にというか、その硬い仕事してるのか、ちょっとその突飛な仕事してるのかとか。あ、でもあのそこそこ貧乏って感じです。普通の。そうなんですね。でお父さんはどっかのなんか会社勤めというか。いや、自営業です。お父さんの稼ぎが多いわけではないので、あんまり自分のこうクラスとかでみんなが持ってるものとかは買ってもらえない感じで、高校入ったらめちゃくちゃバイトしてましたね。兄弟はいるんですか。年が近いお姉ちゃんがいます。一番最初の記憶って何ですか。なんていうか、もの、哺乳瓶飲んでたぐらいの頃だと思うんですけど。それ記憶あるんですか。私の妄想じゃなければ。ほうほう。お母さんが遅くまで起きてる人で、ほうほうほう、12時ぐらい回ってるんだけど、はい、ずっと今でテレビ見てたなっていうのを思い出しました。へ、基本的にこう生活リズムが、はいはい、家がめちゃくちゃだったんで、うんうんうん、朝とか
が全然起きれなくって、朝起きるたびに学校の授業始まるぐらいの時間になっちゃってるんですけど、でもそれでも私が一番早く起きた方で、家族全体がそんな感じなんですか？へえ。なんでそっから泣きながらみんなを起こして、家出て走って学校行って、でも遅刻してるからやばい不真面目な人。っていう感じになってを毎日繰り返してたんで、結構幼少期は地獄でしたそっか、じゃあほぼ毎日遅刻してるんですか、その感じだった。そうですね、遅刻と忘れ物がやばくって、成績は良かったんですけど、そのせいで自分に対する肯定感は全然育たなかった感じですね。なるほど。ちょっとなんとか自分ってやばいやつとかできないやつみたいな感じで思ってるさ、ずっと。自分は自分のことをできると思ってるけど、世間においては自分は役に立たないみたいな、分裂した感じで自意識が育ってますね。なるほどね。そういう感じと学校に友達はいるんですか？いたかな。今思うとあれいじめられてたなって思う時もあるし、両方ですね。そういう今思うといじめられてたかなって思い出すってことは、はい、そんなにそういうことになんか敏感に感じ取るタイプじゃないというか、なんか気にしないタイプなんですか？そうですね、なんかあんまり気にしないっていうよりは、いじめてる方が間違ってるっていうの分かってたので間違ってんなと思ってました。多分逆張りっぽいっていうか、例えばお母さんとかが、まあ、家族結構テレビとか見て差別的な発言とかすごいする人たちだったんですけど、そういうのマジ無理だなと思ってたから、自分はそれは絶対言わないようにしようって思ったりとか、これは人としてすごく良くないことなんじゃないかって思うものが身の回りにたくさんあったので、自分だけはそれをしないようにしようみたいな意識がすごく強くって、それが完全とは思ってないんですけど、でもせめて自分はマシでいようみたいな意識がすごいあって、それぐらいですかね、自分が影響を受けてるものっていうのは。多分そんなことをずっと考えてる子供なんですか、その小学校1年生とか2年生とか3年生とか。まあ変な子供だったと思います。そうだとやっぱ友達とかとあんま話合わないんじゃないですか？あ、でもあんまり私とも人に自分の話をするタイプじゃないんで普通に一緒に弁当食べる友達とかなんかそれを友達っていうのか分かんないですけど、友達は本当の意味ではいないなと思いつつ、別にそれも寂しくもなく、表面上楽しく過ごしてくれる人のことはありがたいなと思ってた感じですかね。小学生ぐらいだと何してる時が一番楽しかったんですか？でも一人でいるのが楽しかったですね。かなり顔色を伺わないと危険だなって感じの家で育っちゃうと、人がいるとその人の顔色を伺い続けることだけが一番大事になっちゃうので、人がいると自分のことを一番大事にできなくなっちゃうんですよ。それがすごい寂しくって、だから誰もいない方が自分は自由だなといつも思っているので、子供の頃からずっと一人でいるのは好きでした。じゃあその、まあ、年割と近いタイプのお姉ちゃんとはどんな距離感なんですか？そういうこと喋ったりするんですか？あ、でも結構昔は話してて、まあ、今でもたまに連絡は取るんですけど、ABJ やってることは両親には言ってないんですけど、まだバレてなくて。そんなことあるんですか？意外と この露出の量で、はい、バレたらその時だなとは思ってるんですけど、でもお姉ちゃんには言いました。一回お姉ちゃんが猫拾って猫を今住んでる家で飼えないねってなった時に、でもお金がないから出れない、その家を、猫を飼うために家を出ることができなくって、親とすごい喧嘩してた時に、実はABJ やってるんだ私はって言って、もしお金がどうしても必要になったらちょっと貸すぐらいはできるから言ってねみたいな感じで言ったら、まあ嫌われるかなとも思ったんですけど、お姉ちゃんは全然引いてなかったというか、勇気出してすごいねみたいな感じだったんで、許容はしてくれてるの。なるほどね。
思春期とか迎えると、はい、一人でずっと一緒にいて考え事してるのが好きな時間の子供は どんな風になってくるんですか、その、うん、中学ぐらいになるとみんな周りの人たち恋愛をし始めるし、私もそのみんな自然にそうやって恋愛したり付き合ったりしていくもんなんだろうなと思ってたんですけど、少女漫画とかって大体そうなんで、うんうん、でもどっかで本当にこう好きってなんだろうみたいな疑問があって、うんうん、で、まあ、中学生の頃はまだ、まあ、誰とも付き合ってはいないんですけど、でも好きとか嫌いとかってよくわかんないけど、まあ、なんかあるんだろうなとは思っていて、いざこう付き合う付き合わないみたいな話になると、うんうん、それはなんか本当に好きかどうかわかんないなと思って断ってました。結構友達とかだったらきっとね 100% 好きじゃなくても付き合ってる人とかもいますもんね、きっと。 うん、それがわかんなくって、その先にこう付き合うとスキンシップが生まれたり、うん、その先にエッチする人たちがいたりするじゃないですか、うんうんうん、そうなった時に結婚するわけじゃない人とそういうことをするのは変だよなとマジで思ってて、うんうん、まあ、今でも若干思ってるんですけど、うんうん、付き合う付き合わないみたいな話になると、いやでもあなたと結婚するわけじゃないしなって思っていると、誰とも付き合わないまま生きるみたいなことになってました。好きに なられちゃうことはあるっすもんね。はい、そうですね。私もこう恋愛的な意味ではなく、みんなのこと好きなんですけど、そう、うん、改めて考えるとこういろいろ今セクシャリティとかも分類がこう知れ渡ってきているので、うんうん、厳密に考えれば何かしらの説明はできるのかもしれないんですけど、まあ、当時の認識としては本当こう分かんないが一番、でもだからなんとなく周りに遅れ取りたくないから好きでもないから付き合ってこうみたいにやる人もいるじゃないですか。でもそういう風な気持ちは全くなかったですね。ですね。ちなみに部活とかは入ってるんですか、いわゆる。あ、入ってました。中学は美術部、ここは一瞬軽音部に入って、でも全然楽器弾けなくてやめて生徒会に入ってました。生徒会で何やるんですか。副会長やってて、全校アンケートのプリントとか作ったり。へえ、それ何の、それはなんか意思があるんですか、学校を良くしたいっていうつもりで入ってるのか。なんか結構生徒会の力が強めの学校だったんで、はい、そんなのがあるんですか。もう先生が全部決めるっていうよりは生徒たちが決めるみたいなところで、自販機に何のジュース入れるかとかも全校アンケート取るみたいな。それはカルピスが票が多いんです導入しますとか、はい、そうですか。ただこう保健室の先生にカルピスは学生が飲むにはどうなんだろうっていう調査をしに行って、その結果をプリントにして配って考えてもらってみたいな、よくわかんないことしてました。それじゃあそれによって自販機のラインナップは結果変わるんですか。あんま変わんないです結果あ、まあ、そうですよね、うん、結局お茶みたいな。それでやってて楽しかったんですか。 やってくんないって言われて、はい、人に頼まれると断れないので入りました。成績を良くしようとか目立とうみたいな気持ちは全くなくて。へ、付き合ってはちゃんと断れたんですね。普通に断れましたね。そっか、そこはもうどうしても嫌だった部分というか、なんかすごい大事だったんだと思います、自分の中で。その人を好きになるとか、うんうん、誰かと恋人関係になるみたいなことがあんまり適当にやっちゃいけないことだってすごく自分は思っていたんだと思うし、今も大事なことだなとは思うんですけど。逆にその小中高で好きになられることはあったと思うんですけど、自分が好きになることはなかったんですか。その12年間になるじゃないですか、学生生活というか。なかったとも言えないけど、ときめきってあるじゃないですか。ときめきみたいなものに対してすごい厳しくって、あれで脳のバグだと思うんですよ。3日ぐらい無視すれば消えます。これは全ての恋愛に振り回されてる人に対するアドバイスなんですけどあ、なるほど。じゃあ、その3日のバグを通り越してくる人はいなかったんですか、その時に。はい。
へぇー。はい、わかんない。内緒です。あ、内緒、なるほど、なるほど。内緒ですね。でもまあ基本的には、なんていうか、そのちょっと好きかもで行動しちゃうみたいなことは、なしにしてました。へぇー、なるほどね。でまあそれで別にそれについて自分が悩みとかでもなく。でも悩んでたと思いますよ。悩んでたと思いますし、それが例えばこう、10代の終わりぐらいになってくると、なんだろう、どっちかっていうとバカにされ始めちゃうし、例えばこう大学の飲み会とかでこう彼氏いたことあるのとか、こう、まあ、飲み会って結構そういう自分のプライベートの話をみんな立ち回って話していくような場になりがちだなと思うんですけど、そういう時とかにこうターゲットにされてしまうと、恋人いるのって言って、いや、いないです、で、え、いたことあるのって言われて、いや、ないですってなると、え、じゃあ経験ないのみたいな話になってきて、で、そうなると結構からかわれちゃうことが増えてきて、居心地がどんどん悪くなっていったなっていうのはあります。なるほどね。うん、これでも男の人の方がそれ大変だったりするんじゃないのかなとも思います。というのすごい私は最悪だなと思ってるんで、今すぐにでもなくなればいいなと思うんですけど。なるほどね。ちなみにそのなんか お母さんとかお父さんとかとの関係性はそのどうなんですか、その10代の時のというか。二人とも全然話は通じないんですけど、プラットの立場で話すのは親って難しい存在だなと思うんですけど、育てられてる最中とかだとどうしてもいい人だと思ってるじゃないですか、親のこと。で、私は今も悪人だとは思っていないんですけど、精神的に幼い人だなと思ってますね、今は。なんでこう自分の機嫌を子供に伺わせたりとか、理屈がないことで怒られたりみたいなことがすごく多かったので、基本的に今お母さん怒ってるかな怒ってないかなっていうのをずっと気にしていって、なんで例えばお小遣いで CD 買いたいなと思って、これ買っていいって言っても、そんなの変だからやめなって言われると、あ、やめなきゃって思っちゃうみたいなことをずっとしてましたね。何がね、いい育て方とか言い切れないんですけど、今生きてて私もっとこうありたかったなって思う時に、育った環境のせいでできなかったことってすごくあったなって思うこともあるんで、悔しいなって思うことはすごくあります。育った環境のせいでできなかったってのは例えばどんなことなの？例えば自分の意見をきちんと主張するとか、本当シンプルにできないように育ちましたね。はあ。どのタイミングでそのセクシー女優さんとやろうってなるんですか？その一見一番遠い存在じゃないですか？でもなんかあんまり私将来のこと考えられるタイプじゃなくて、さっき言ったみたいに、まあ、だんだんこう経験がないこととかが重荷になってきたし、こう例えば他人に心を寄せてもらっても、いやでも私ちょっと一生共にするって決めてる人としか性行為ができないので、だからあなたとは恋人関係にはなれませんってし続けることにもこうなんというか限界を感じてきたというか、性的なことっていうのが多くの人にとってすごく比重が大きいのかなと思ったんですよ。自分の性欲に振り回されて人を傷つけてしまってる人もたくさんいるし、他人の性欲に応えることで自分の価値を認めてもらったような気持ちになってやっと生きている女の子たちがいっぱいいるのも知ってるし、自分だけは中学とかの頃からずっとみんながそういう話をしてても、私は多分こう興味ないから知らなくていいよとか、多分嫌いだと思うからこういう話、あ、大丈夫だよみたいな感じで、なんだろう、目隠しされてきてしまって、お母さんとかもこう男の子と遊んだら怒るみたいな感じだったんで、お姉ちゃんとかが男の子とデートに出かけても、こうデートに行ってる間すごいこういろいろ言うみたいな感じだったので、かなり異性関係とか性的なことについて
何も知らないまま、そして自分も知ろうともしないまま大人って呼ばれる年齢になっていったんですけど、でも一歩外に出てみたら世の中の人っていうのは自分が思ったよりすごく性的なことをあからさまにではないけどかなり中心に回ってるんだみたいなことを感じて、でこう生産業っていうものすごく大きな市場があって、そういう中で自分は何なのか全く分かんないまま生きているのって良くないような気がしたんですよね。どうしてそんなにセックスに振り回されているんだろうとか、そういうことが分からない上に、まあ、少し嫌悪感すらある状態で生きているのって自分だけ温室にいるみたいな嫌な気持ちになって、私はあんまり知らない感覚があるのが嫌だったので、セックスを中心にした仕事でご飯を食べてみたらなんか分かるんじゃないかと思ったんですよね。はあ、その理由がね、その皆さんが振り回されてる理由の一個か。他にもいろいろあって、こう映像に出演して見せるっていう立場だったら直接人と関わらなくても自分のことを表面上いいと思ってくれた人に疑似的に性行為をしているような体験をお渡しすることができるし、対面で人とのコミュニケーションの上でセックスっていうものに答えてあげられないなっていう気持ちを抱えていることの罪滅ぼしになるような気がして、これは当時の考え方で、今は別にそれは罪じゃないし差し出す必要もないって今は思うんですけど、でも当時はそう思ってました。でもそのなんていうか、あのそこに行く過程が面白いですよね。その寄ってくる男子とどうこうするじゃなくていう道じゃなくて、その一番遠いそこを選ぶっていうのがまたなんかめちゃくちゃ面白いなと思って、不特定多数の方がいいと思ったんですよ。そっか、見る人がどっちの方が自分のその信念は傷つけてないのか、自分のことがやっぱりどこまででも大事だったんだと思います。誰か一人で体験をしてしまおうっていうのは結局普通のことなので、映像に残った方が面白いような気もしたし、あ、ちょっとその人生って面白いんじゃないかなっていう気持ちもどっかあったんですか。そうですね、どっかにあると思います。自分で調べて面接とかに行くんですか。そうですね、あのプロダクションがあるのでいっぱいそれを調べて、ちゃんと動いてそうなところで、で所属女優さんが、まあ、いやいやではなくある程度生き生きと活動されてそうなところをと思って結構調べて行きました。じゃあそこの決意に至る前までは、女性でも好きな方いるじゃないですか、見るの綺麗な女優さん見るのが好きとか、なんかそういうタイプだったんですか。それとも全然見たことなくて、ふんわり存在は知ってて、ただ嫌悪感はなかったです、そのエブ女優さんっていう存在に対して。じゃあそれを自分なりにその調べ尽くした結果が今の事務所ってことなんですか。はい、そうです。あ、でもすごいですね。だってそこからだって今もなおそこに所属してて、はい、有効な関係築いてるって、悪徳事務所じゃなかったので安心して、へやばいとか入っちゃったらどうしようみたいな、そのやばい業界なのではっていう意識は結構ちゃんとあったので、騙されたりしたらどうしようとかそういう不安があったんで、ある程度ちゃんと調べていこうみたいな。まあ、何を調べるんですか。その所属女優辞めてる数とか調べるんですか。分かんないけど、いや、その時所属してる方たちの SNS とかブログとか見たり、あと、まあ、人数ですかね。あんまりものすごくたくさんの方が所属してるとことかだと自分なんかはあんまり相手にされないんじゃないかと思ったり、そういういろんなところで見ました。お笑いでいうところで言うと吉本には行ってないってことですね。戸田さんが芸人を目指したとしたら仮にそうそう、マセキ芸能社か人力車みたいなところを選んだみたいな、なんかそうだと思います。一人一人を大事にしてくれるんじゃないかなあ、そうなんですね。びっくりされませんでした。その話すわけですよ、そういう体験がないこととか面接とかで。あ、でも最初そもそもデビューするって時に経験がないことはむしろこう売りにされることなんですけど、当時はその売りになるものなのかも分かんなかったので、むしろこうマイナスなんだと思ってたから、
内緒にして入ろうとしたんですよ。あ、へえ、隠してたんですね。はい、面接シートみたいなのに彼氏はいますかとか、うんうんうん、経験人数とか、うんうん、どういうプレイが好きですか、そういういろいろ書いてあるプロフィール帳みたいなやつに答えていって面接するんですけど、最初その時にこう経験人数みたいな0人って書いたらバレるなと思って空欄にしたんですよ。で一旦って感じでごまかして、でこういくつかこういう行為とかって成功ありますかとか質問を受けてる時にその言ってる単語の意味が全部わかんなくってわからなかったのでバレました。ああ、なるほど、そっか、面接官がね。エブジューさんって専属女優さんと、こう、企画女優さんって言って、うんうん、まあ、それぞれ、こう、仕事の仕方が違うんですけど、うん、最初、多分、そんなに売り込みに行けないと思われてたっぽくって、うんうんうん、経験がないって分かった時に、あ、これは売り込めるぞってなったっていう話らしいです。なるほどね、うん、大きいメーカーとかにも連れて行けるぞというか、うん、取ってもらえるのではっていう、まあ、付加価値ですよね、はあ、付加価値になったんだなっていう話を、まあ、後から聞いて、あ、そうなんだっていう、でもそういう意識があったんで、それはまあラッキーだったなって気持ちもあるし、逆に言うと経験がない私じゃなかったら売り込めないんだみたいなっていう認識にもなったんで、それはなんか、あ、自分はこう付加価値ありきでギリギリここにいるんだなみたいな意識がかなり長い間染みついてましたね。あ、そっか、あの女優さんと並んでも、うん、そういう風に思われてるんじゃないかなとも思っちゃうし、そのそう、すごい綺麗な方がたくさんいる業界なんで、そりゃそうだろうなっていう気持ちもあるし、でも自分は自分のことを大切にしたいから辛いなみたいな気持ちもあったし、でもだからこそ、なんだろう、自分は頑張んなきゃというか、ちょっとでも気を抜いたらこの業界では必要とされなくなるなっていう認識がすごく強かったので、かなりデビューしてからはがむしゃらだったなと思います。ひとみさん、一番最初の撮影の時って、うん、なんか横練習じゃないけどイメトレみたいなしていく感じなんですか言ったらそういや、しないです。イメトレはないか、いや、あ、いや、その どなたか違う方のその作品見るとか、あ、見てないです、見ちゃうと影響を受けちゃうから見ないでねとか。撮影する前は緊張したんですか。まあ、めちゃくちゃ緊張しました。ガチガチに緊張しました。そうですよね、だいたい撮影してから、まあ、何ヶ月か経つとこう情報が出て、で今の女優さんみんなツイッターで宣伝することがほとんどなんで、ツイッターも始めて、専属契約とかって、まあ、短くて3本とかなんですよ、はい、で3本終わる頃にそのメーカーで専属続けるかどうか、はい、また決めてっていう風に契約伸ばすかどうかって続いていくものなんですけど、はい、でも3本ってなると1本目が撮ってから発売される頃にはもう3本目撮ってる頃だったりするんで、はい、1本目だけの結果で継続するかとか決まんなきゃいけないので、もう発売前からこうツイッターのフォロワーとかをすごく増やさないとやばいみたいな感じで、なんでかなりこう後がないみたいな、全然こう専属契約が切られてしまったとしてもエブジューさんとして成功してる人はいっぱいいるんですけど、あの専属女優さんじゃない場合企画女優さんとして活動することになるんで、うん、その1本必ずどっかに撮ってもらえるっていう契約ではなくなるんですよ、うん、そうなるとこう いっぱい、なんだろう、オファーがあるうちにいっぱい出ないとっていうことになっちゃうんで、かなりこう体力がないと、体力と気力がないと難しいなとは思ってて、自分はあんまり体が強い方でもないので、うん、
専属女優で居続けられるのが自分にとってはいいだろうなと思ってて、そういう意味ですごく頑張りましたね。ここでこう自分はもともと文章を書くのが得意だったんで、うん、ブログとかを書いてて、ブログを読んでくれる人が増えていって、文章のお仕事をいただいたりとか、うん、そういうことが増えていって、なんとなくこのこういう人なんだなっていう、なんだろう、ただの AV 女優さんっていうよりは他のこう文章とか書いたりする人なんだなみたいな、うん、ある程度認知度が上がってきて、なんとか生きてくれたみたいな感じですかね。なるほどね、うん、あのミス ID はなんで受けようと思ったんですか？そのあ、なんか割とそのデビューして審査委員長の小林さんにフォローされて、うんうん、まあ大森さんとかがフォローしてくれたのもその頃なんですけど、デビューして1年ぐらいの頃に、なんだろう、まあ作品買ってもらうためにいろいろメーカーさんがこういうキャラで行こうとか、うんうん、こういう設定つけようみたいなことをかなり決めることが多くて、うんうん、まあある程度は本人がこういうの好きって言ってるからこういう人っていう売り込みにしようみたいな、うんうん、本人に近くしてる場合もすごく多いんで、まあイコール全部が設定ってことではないんですけど、うんうん、私の本当に魅力的なところは中身でしかないなと思ってたので、見た目とか設定だけでやっていくには無理があるなと思ってて、うんうん、逆に言うと私が私の心の内の本当の話をしないんなら私の魅力は誰にも伝わらないと思ってたんですよね、うんうん、せっかく人前に出てるんだったらそこを通して心から対話できる人と一人でも多く出会いたいじゃないですか、うんうん、それをしないんだったら、まあ、ただこう例えばファンの人を応援してくれて、まあ、自分が活動できるために応援してくれている人としか見ないんだったらそれはつまらないなと私は思ったし、一人一人の人として面白いなと思いながら出会えた方が、うんうん、っていうかそうじゃないと自分は続けられないなと思っていたし、それ以外でもこういろんな人にやっと出会えるわけで、その時に自分は先に自分の心の内とか考え方とか本当はどうしたいんだろうっていうことをなるべく開示しておきたかったんですよね、うんうん、仲良くならないと自分の心の内が見せられないっていうのは本来普通はそうなんですけど、私はあんまり人と仲良くなるのが得意じゃないんで先になるべく全部見せとこう、うん、でなるべく全部見せておいたところでそこに何かを感じてくれる人がいるんだったらそれはもう友達じゃんと思うし、うん、まあ近道がしたかったんですかね。セクシー女優さんとしての活動だけだと自分の心っていうのは邪魔なんですよ。ない方が多分うまくやっていけるんですよ、うんうんうん、相手にとってどう都合がいいかだけを考えた方が絶対に成功する職業なんですよ、うんうん、それは本当にそうで、それでもみんな心が漏れ出てしまっているなといろんな女優さんを見ていて思うんで、それは愛しいなと思うんですけど、それでもやっぱりなるべくしまっていた方が、なるべくファンの人はどう言ってもらった方が抜けるのかっていうことを考えた方が絶対に成功するっていうのはあって、まあただそれだけをやるんだったら多分自分は向いてないし、せっかく人前に出てきたんだったらそうじゃない出会い方をしていった方が得だなと思ったので、でそもそもセクシー女優っていう職業においてその女の子の本当の気持ち、ユーザーさんが思うそうであってほしい素の女の子の姿ではなくて本当の本当のその人の姿っていうのは求められてないものだから、これを聞いていや素が見たいよって思う人もいるかもしれないんですけど、その人が求めてるのはその人の想像上の素なので本当の素は求めていないと思うんですよ。
その本当の素っていうのを開示したいのは私のわがままなので、それをする理由、大義名分が必要だったんだと思うんですよ、うん、それでミサイル受けたって感じです。だからそのオーディション の, そのスピーチの動画残ってるじゃないですか。はい、 YouTube にあるやつで、あなたはあの誰から認められなくても自分のこと好きでいていい世の中にしたいっていうようなことを、うん、ごめんなさい、ちょっとニュアンス違ってたら申し訳ないんですけど、うん、でもそういうことをおっしゃってたじゃないですか、はい、それがめちゃくちゃなんかかっこいいなと思ったというか、なんか、うん、自分ね YouTube やってるからこういう動画はきっと再生されやすそうだなとか、うん、でも自分が好きなやつは再生されてないわけじゃないんだけど、例えば100万回再生されてる動画じゃなくて10万回ぐらい再生されてる動画なんだよなとか、うん、でそこのこの部分がめちゃくちゃ好きなんだよなみたいな、でもそればっか集めてたら商売にならないなとか思ったりとかしてなんかまあそういうことをこうなんていうか思いながらやってるから、今の世の中の嫌なところをすげえ分かりやすくなんかつぶらせてもらった気になったというか、あの話を聞いてというか、はい、何かに影響を受けていってるわけじゃないと思うんですけど、誰かのせいで自分が自分自身のことを嫌いになってしまうことってすごく悲しいことで、誰にも最後には自分自身のことを嫌いになってほしくないというか、でも自分のこと好きじゃない人ってもうめちゃくちゃいると思うんですよね、うん、自分のこと好きっていう人の方が少ないんじゃないかな、うんうんうん、少ないんじゃないかと思うんですけど、それをそう思わされてるのって多分誰かとか何かとか社会に流れているそれが普通っていう観念だとか、うん、意識しないと気づかないようないろんな情報が世の中にあふれてて、その中でみんな自分自身のことを嫌わされてしまうんだと思うんですよね、うん、それがすごく私はムカつくんですよね、うん、うん、やだ、私も自分自身のことをゴミだと思ってたなって今思うと思います。こうやっていろいろ5、6年活動してきて、セクシー女優としての活動はすごく大変なことも多かったんですけど、でも自分が自分の考え方とか何を大事にしてなるべくみんなにどう生きていってほしいのかっていうのをずっとこう文章だとか言葉だとかいろんな形で言い続けてきたんですけど、私はそれはセクシー女優の活動とは多分全然関係ないんだと思います。私が一人の人間としてたまたま普通に生きてるよりはたくさんの人が自分の言葉を聞いてくれる状況に自分で来たので、だから一人の人間として伝えられるリーチがでかくてラッキーと思いながら発言し続けてるんですけど、うん、いろんな連載とかを書いたり本を書いたりして、うん、だからまあ一人の人間としての気持ちなんですけど、ずっと活動してきたら分かり合える人とか同じような志で物を作ってる人とか自分の思う正しさに共感してくれる人とか、共感しなくても尊重し合える人とかいろんな人に出会うことができて、それこそ紹介してくれたゴメス君とかもすごく大事な友達なんですけど、いろんな友達に出会うことができて、友達に出会うことができると自分って別にゴミじゃなかったんだなって思ったんですよね。自分はなんで大事なことをたくさん知っているのに自分に価値がないと思っていたんだろうというか、自分には価値がなくて、例えば、うん、男の人に対してセックスに応えてあげることはできないなって思っていること、自分の信念を守るために思っていることが、それがすごく申し訳ないことのように感じてたんですよね、うん、さっき話したように、なんかそういう一つ一つの自分は普通の感覚で生きてい、られないなっていうことの何も申し訳ないことじゃなかったんだけど、全部申し訳ないと思っていたんですよ私は、うん、だからその申し訳ないな申し訳ないなっていうことの積み重ねで自分のことをすごく価値がないと思っていたんだなって、今やっと分かって、うん、その認識は間違っていたなと思ったので、うん、AV 女優を引退することにしたんですよね。
そっか、それこの決意をいつしたんですか。あ、でもだんだんやっぱりその自分っていうものを取り戻していって、うんうん、いろんな人に出会って、だから私は AV に出ることでやっと自分の言葉を人に伝えるっていう手段を得たんですけど、だからまあ一度この経験は必要だったんだなと自分でも思ってるんですけど、まあでもそうやって自分は本当はどうしたかったんだろうと、どういうことが人に何か言えるんだとしたらどういうことが伝えたいんだろうっていうことをずっと問い続けてきた結果、自分は大事なことを知ってるなってやっと分かったというか、その過程でそっか、続けなくていいんだなって思ったんですよ、うん、自分のことゴミじゃなくていいってちゃんと心から思えるってことですもんね。そうですね。でもそれは逆に自分以外のいろんなもの、それは別に悪意じゃなくても、世の中でこれが普通だよねとか、そうじゃない人は変だよねとか、家庭環境もあるだろうし、自分の得意不得意もあるだろうし、ずっと遡っていけば自分だけ遅れて教室に入ってきた時の申し訳なさとか、そういうものが全部積み重なってるんだと思うんですけど、でも自分には価値がないって思わされていたんだなと思って、それはすごくムカつくことだし、自分に価値がないって思わされていた時間は取り戻すことができないし、すごく時間がかかったなとも思うし、それを全部良かったなというにはあまりにも長いなと思うんだけど、今自分に価値がないと思わされてる人たちのことをそのまんまにしておきたくはないというか、自分みたいに自分自身に価値がないって思わされてる人たちのことを私は少しは分かると思うし、すごいムカつくし、そう思わせてる他の全てのこと、あなたがそうだったら、あなた以外の全てのことがあなたのためにすごく私はムカつくから、本当は全員一人でもそう思わなくて済むようにしたくって、文章を書いたり映画を作ったりしているんですけど、そこからその映画今度公開されるんですもんね。もう、あ、そうですね、4月1日から吉祥寺のアップリンクさんにて上映されます。永遠が通り過ぎていくっていうタイトルで。だからそれはもう、あのミス ID のスピーチの時にも言ってたじゃないですか、そのあなたがあなたのこと好きでいるために私映画撮りたいっていう、あの、はい、あそこからどういう経緯でその映画が撮れるようになって、その実際にじゃあ戸田もこと監督でやろうってなってたんですか。なんか結構何回かそういう案が浮上しては頓挫したり2回ぐらい、はい、お金がかかることですからね。お金もかかる、だから時間、ね、出資してくれるところが見つからなかったり、そもそも例えば原作を持ってきてくれて戸田さん監督で撮りませんかみたいなお話いただいたりもしてたんですけど、結局自分が最初に撮るべき映画、今撮らなきゃいけない映画って多分共感できない原作ものを無理やり撮ることじゃないなっていうか、キャリアを作るためにはきっとそれは必要だったかもしれないし、あと自分が物語を作るのがあんまり得意じゃないので、もっと断片的なことしか考えていない人間なので、こう話を面白くした方がいいんじゃないかってことで、他の脚本家さんに自分の話をして、こうイメージを伝えて脚本書いてもらって映画にしようとか、いろいろ方法は探ったんですけど、まあ、全部うまくいかなくってで結局2019年にクラウドファンディングして、まあ、ファンの方たちにお力を借りて、まあ、自分でもかなりの金額出したんですけど、それを合わせてオムニバスの形で撮りました。大森さんが書いてくれた M っていう曲があって、キリとは明言してないんですけど、まあ私の歌で、それに対して自分は何だろう、
自分が見てた景色は人に伝えることができないので、自分が見てた景色自体をそこに付与して完全なものにしたいなと思ったんですよね。視覚的なところを足してなんか本当の完全な M にしたいなと思って、うんうん、だから映画の中でも M に映像をつけてるんですけど、うんうん、まあそれがあって映画を作んなきゃいけないなと思って、だから作りたいっていうよりは作んなきゃいけないなってずっと思っていて、うんうん、作るっていうのはあまり簡単なことじゃないし辛いことの方が多いので、作りたいなとも違うんですけど、作らなきゃいけないなと思って作って、結果的に3本の短編とあと自分の詩、ポエトリーと音楽を合わせたような映像 と組み合わせて、まあ一人でオムニバスをやってるみたいな形の作品になりました。完成したのはじゃあ結局いつ完成したんですか？2019年の末に完成してて、いろいろありまして上映ができなかった。なるほど、まあ、いろんなことが、まあ、世の中も激動の2年でしたからね。そうですね、あんまり良くないこともたくさんあったし、うまく上映できなくて、自分もかなり自信を失ってて、それは自分自身のために作った映画だなと今では思っているので、うん、あんまりその最初三谷さんが共感したっておっしゃってたみたいな、なんか誰かの誰かの光になりたいとかいう人いるじゃないですか、うん、誰かの希望になりたいとか、うん、なんかそういう感覚が自分はなくって、うん、救う、なんかなんだろう、まず自分自身を救うべきだし、うん、自分自身を救い終わったら希望とか光とかふわっとしたものじゃなくって、物理的に人の心を自分がなんとかしてやれる範囲だったらなんとかしたいみたいなことなんで、なんか、だから映画はまず自分自身のことを決着つけないといけないなっていう感覚で作ったものなんで、かなり自分のわがままっていう意識があって、いろいろあって上映が全然できなかったりもして、かなり自信を失ってたんですけど、これは上映した方がいいよって言ってくださる方もいて、なんとか上映までこぎつけましたっていう。よかったですね、それはね。よかったで、私本当に気持ちのうちでは必要とされてないものを作ってしまったなっていう感覚で、お蔵入りにしそうな感覚でずっといたんですけど、そんなことなかったです、改めて見たら。なるほど。作ってから2年も置かれたみたいなことの経験がないから、ね、それちょっと想像できないですけど、その気持ちは。でも確かに結構辛いです。そうですよね、そうですよね。パッとボスになっちゃったらもう諦めるしかないじゃないですか。でなんか仕方ないこととして前に行けるけど、なんかどうなのか分かんないみたいな。そうそれが一番見たい人がいるって聞いても、でも完全に疑心暗鬼になってたんで、なんだろう、そう言ってあげようみたいな優しさじゃないかみたいな。いざ去年ちょっとイベントで1週間ぐらい上映して、それですごくいろんな方からいろんな言葉をいただいて、それこそさっき言ってたみたいに、100万再生はされないけど10万再生されてるぐらいのものが実は一番好きかもって言ってたじゃないですか。私もそういう人間だと思ってて、100万人がいいなって、面白いなって思うものって、100万人がいいなって思うように整えられているものでしかなくて、たまに本物もあると思うんですけど、うんうんうん、10万人も行かなくてもいいし、うんうん、本当は一人でもよくって、一人でも自分の映画だって思う人がいたら、多分そのために作られたのでもいいと思うんですよね、うんうん、そういう映画だと思うんで、それがもしかしたら4月からの上映で見に来てくれる人のうちにその一人がいるかもしれないし、それはすごいその人の固有の感動、誰かに作られた感動じゃないし、それがお金になる感動でもないと思うけど、固有のその人だけの感動っていうのがもしかしたら発生するかもしれないので、その一人を見つけるためにでもいいし、その一人がたくさんいるかもしれないし、
くさんの人に見てもらえるといいなと思って今頑張って準備してるって感じで。ちなみにその映画は映画で完結するとして、なんか今後こうどういうことしていきたいとかあるんですか？なんかあんまりこう何になりたいみたいなのがない人間なんで、それこそ映画も映画監督になりたくて撮ったわけじゃなくて、映画を撮らなければならないから撮っただけみたいな感じであるんで、また撮りたいなとは思ってるんですけど、それは自分の表現方法として映像は合ってると思ってるから撮りたいだけで、で文章もそうで、文章が好きだから書いてるっていうよりは、なんだろう、いっぱい表現方法がある中で自分に適性があるものを選んでるみたいな感覚なんですけど、そういう意味でこう文章を書く、まあ、最近小説を書くことも始めて、まあ、やっと書けるようになったっていう感覚なんですけど、短編からちょこちょこ書いてたりして、そういう表現活動はこれからも続けていくんだろうな、行きたいなと思ってるんですけど、まあ、肝心の収入源が今でもずっと AV 女優としての仕事がほとんどなので、うんうん、その収入源として、まあ、それを、そう、来年の1月に十分な貯金も別にできてるわけじゃなくて、まあ、いろいろ制作するのとか、奨、うんうん、学金一気に払ったりとかいろいろやってたら全然貯金もそんなにあるわけじゃないんで、やっぱりどうしようかなとは思ってるんですけど、なんとか表現活動も続けつつ生活はできる範囲で仕事はしないとみたいな、はあ、全然ノープランです。誰か教えてくださいって感じ。いやいや、でもなんかやっていけると思いますよ絶対。いやー、私本当に社会性がないので。あ、なるほど、うん、いやいや、まあなんとかなりますよ。本当ですか？、はい、面白いから。はあ、面白さで誰か雇ってくれるといいんですけど、はあ、まあどうしようかなって感じで、ただまあ表現は続けていきますって感じですね。なんかどっかではこう調べて今何やってるんだろうって思ったら、どっかでは分かるようにはしてたいなとは思いますね、ずっと。たまたまこう今までとかも、それこそこの動画をたまたま見てぼやっと覚えてて、それだけで特に私のことを調べてなかった人といつかまたこう会う日が来るかもしれないので、ウェブだとか、まあ、本屋とか映画館とかどこでもいいんですけど、どっかに現れている存在でいたいなとは思ってます。うん、